ガースのゲームを解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはジャイアンツの先発泉が、小宮山さんが現役時代投げやすい球場、投げにくい球場ってのはあったんですか？広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でしたから。そうですね、球場の広さ小宮山さんは気になったようです。打ちました。バッターボックスには指名打者のゴメス。内海、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが初球、打ちました。痛烈な打球、スライダーは見送ってボール。打ちました。バッターボックスは3番柳田。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、そうですね、低めでボールを打たせたいですね。なるほど、そうですか。インコース変化球、決まりません。インサイド落ちました。さあ、そして打席には鳥谷が入ります。さあ、ツーアウトながら先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。インサイド落ちました。さあ、これからタイガースが守備につきます。そしてバッターは柳田。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。最初は変化球持ってきました。ストライクです。さあ、2球目は何か。バッター、さあ、初球は何か。最初は変化球できました。インコース打ちました。いい当たり。改めてお聞きしますが、バッターのクロマティ、どういうバッティングスタイルなのでしょうか？そうですね、まあランナーがいると打ち方の顔。打った。バッターボックス筒香、ヒットでランナーを一塁に置いています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。内へズバッと投げ込んできました。落ちる球できました。次が4球目、打ちました。センターへ打球伸びる。打順は4番原、ツーアウトになっています。初球ボール、バッター有利なカウントになりました。今のは打てば長打になりそうなボールでしたよね。そうですね。これで3ボール、厳しくなったか。これでフルカウント、次が勝負の1球になります。ここからは確実に狙っていきたい。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。2回表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスには5番中村。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、変化球が決まっています。打順は6番浅村。宇都宮、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、この球は外れています。ボール先行です。
きました。バッターは7番に入っている島内。ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはアウトコース、できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ランナーに神経を使いながらの投球になります。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。ライトへ。さあそしてバッターボックスには太田が入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。バッターボックスには代打の糸井。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね。ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せ、うちのボール打った。さあそして打席にはハイが入ります。こういう大事な場面で怖いバッターが続きますね。バッターボックスには代打の阿部。ツーアウトになっています。初球は何で来るか。初球は大きな変化球、ボールになります。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。切れてますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。インサイド打った。ここでタイガース守備を変えてきました。2回の裏になります。ジャイアンツの攻撃、5番バッター浅村。ジャイアンツ得点に動きはありません。初球打ち。バッターボックスには6番鈴木。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。しっかり捉えた。バッターは7番に入っている源田。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッターボックスには代打の岡本。さあ赤星さん、一打サヨナラの可能性もある場面となりました。まあ長打が出ればそうなんですけれど、まずはつなぐことを考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあここはどういうバッティングを見せてくるか。変化球打った。打順は8番山田。連打でチャンスを広げた場面となっています。さあジャイアンツサヨナラのチャンスを迎えています。タイガースピッチャーが変わります。一打サヨナラ。まず何を投げてくるか。いい当たり。さあそしてバッターボックスには小林が入っています。さあチャンスが続き満塁の場面。ここで一気に来る。バッターボックスには代打の長嶋。さあ球場内が大いに盛り上がってまいりました。赤星さん、大きな山場を迎えました。バッターボックスには代打の阿部。ヒットで満塁としています。さあどうだ。あっと外れた。決まった。ワンボールツーストライクです。釣り玉、しかし誘いには乗りません。内のボール打っていった。劇的な結末、さよなら。代打としてこれ以上ない結果を出しました。打ったバッターはもみくちゃ。ジャイアンツがなんと劇的なさよならで勝利しました。赤星さん、代打の一振りで勝負あり、ベンチの采配ピタリとはまりましたね。やっぱりここぞという時にきっちり結果を出してくれるバッターですよね。素晴らしいですよ。素晴らしい采配、そして代打の一振りでした。勝ったジャイアンツ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。